はい、ここからのコーナーはゲストをお迎えしてお話を伺います、もうおなじみですね、今日のゲストはマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんです。吉田さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大型連休も明けましてですね、はい、ようやくといいましょうか、通常モードでそれでも月曜日お休みですから、4営業日しかないところではあるんですが、為替はでも昨日から、ね、動いてますしね。そうですね、というかゴールデンウィーク中ずっと動いてましたよねですから、そういう意味ですと本当土日しか休むところがなくて、もう気があんまり休まらないような大型連休だったかもしれないんですが、さて、そうした中で今日のお話はどんなお話になりますでしょうか。はい、介入、先週からまさにゴールデンウィークに入ってから介入が始まってるみたいですよね。でそれが円安を幕引きできるのかどうかというテーマでお話してみたいと思うんですけれども、なんか先週末まではあってうまく幕引きに向かってるのかなと思ったら、週末のイエレン財務長官の発言なんかでまたこうね、円安再燃みたいになってますよね。そうですね、あれよくわかんないですね。で、僕この番組で前も言ったかもしれないですけれども、神田財務官というのは20年前の2003年から2004年にかけて1年以上こう介入続けた局面の為替市場課課長補佐だったわけですよ、だから1年以上ずっとほとんど毎日のように介入してたんですよ。あの感覚からするとですね、イエレンさんが介入は稀であるべきだっていうのはわけわかんないですよね。時代が違うとかね、方針が違うっていうのはあるんでしょうけどね、ですから、それにしてもちょっと資料を使ってご説明していきたいと思います。はい、お願いします。はい先週の月曜日ですよね、まさにゴールデンウィークが始まったばっかりのところで、ついに160円までつけちゃいまして、ただその直後から1回目の介入があったらしいという感じになって、で結構みんなびっくりしたのはその2日後 の、水曜日、日本でいうともうあれなんですけどね、木曜日 の、 未明と早朝ということなんですけども、2回目の介入があってと、でこの2回目の介入のやり方っていうのは確かにびっくりなもんだろうなと思うんですけどね、何がびっくりかっていうとこんな感じで、1回目の介入の水準までドルが上がる前にもう早速ね、2回目の介入をやってきたと、円安阻止というよりもだから円高誘導的な介入ってことになりますよね。そうですね、これってちょっと特殊で、例えば2022年、2022年も9月から1回目の介入やってるじゃないですか、あの時って1回目の介入ってこの145円でやるわけですよ。そうでした、でこれでもなかなか止まらなくて、さらになんかドル高が進んで151円で2回目ってこんな感じで、止まらないからやりますよみたいなのが普通のやり方なわけですよね。でこの時には3回目になってから今度は151円で2回目介入して下がってもう1回150円超えそうになったところで3回目の介入やるわけですよね、まさに今回の介入と同じように前回の介入水準に達する前に介入やってきたというのはですね、このケースなわけですけれども、これってお分かりの通りダメ押しでやるわけですよ。そうですね、最後の介入でやるわけですよね、2番天井を作りに行ってるんでしょうけれども、っていうことからすると今回は始めたばっかりでそのダメ押しみたいな介入ができたっていうのは、もう気持ちが透けるほど見えるわけですけれども、160円で円安は終わったんだぞと、それを確認するためにやってるわけですよ。だからへーってみんなもびっくりしてですね、相当これから言いますけれどもドル買いポジションが傾いてるわけですから、ドル買いポジションが溜まってるわけですから、そこのところをね、損益確定の売りが入ったみたいで、先週末は雇用統計も前後して一時151円まで下がると、そうですね、なったわけですよね、だからここまでは本当に160円で円安は終わったんだぞっていう当局のねシナリオ通りみたいな感じだったわけですけども、そこがちょっとまたこう崩れかけていると、でそもそもねこうやって円安が続いてくると、介入だけでは変わらないんだ、金利差が縮小しないとね、円安は変わらないんだって言いますけれども、それもねちょっと言い過ぎかなと。例えばこれドル円に日米の10年債利回り差を2022年からのやつで重ねてますけれども、2022年とか2023年までの円金利差のピークってこうですよ、で今ってこうですよ、要するに金利差のピークを去年までより今は下回ってるわけですね。そうですね、去年ほど金利差は拡大してないわけですよ、ところが現実には去年以上にこうやって160円まで円安が進んでいる、じゃあそれ説明できるのは何ですかっていうとですね、これがまたドル円のチャートで、
今度は CFTC 統計、アメリカの商品先物取引委員会の投機筋のドル円のポジションを重ねてみました、はい、ですから見方としては棒グラフが上に伸びるとドル買い円売りになるわけですけれども、はい、2022年の2年前の、あのドル買い円売りのピークここです、はい、そして去年のピークはここです、で今回はここまで拡大していると、ですから去年までよりもそのドル買い円売り、投機的なドル買い円売りが急拡大して、はい、金利差は去年ほど拡大してないんだけれども、投機のドル買い円売りが拡大することによって去年まで以上に円安が進んで160円になりましたということですよね、はい、じゃあなんで今年に入ってから急にこの投機のドル買い円売りが急増し始めているのかということですけれども、もっと長い軸で今のポジションをご覧いただいています。2005年からご覧いただいているわけですけれども、過去最大のドル買い円売りっていうのはここで記録しているわけですよ。2007年で、まあこの単位でいうと18万枚とかっていうふうに前後比較してみるとここだけ突出してますよね。そうですね。ですからある意味円売りバブルが2007年にかけて起こったということなわけですけれども、今回はそれとほとんど肩並べるぐらいね、ドル買い円売りが拡大したということで、まさに円売りバブルが再燃してるわけですね。じゃあなんで円売りバブルが再燃してるかっていうと、これに金利差を重ねてみると、これは日米の政策金利差です。日銀の金利、政策金利と FF レートを差っ引いたものですよね。はい、日米の政策金利差をご覧いただくとですね、2007年にかけて、ね、やっぱり大幅に拡大してますよね。そうですね。この頃って日米の政策金利差は 5% 以上とかね、はい、5% 前後とかって拡大してたわけですよ。ですから、で今回もやっぱりその2007年を超えるぐらいに金利差拡大してますよね、うん、はい、金利差って日米の政策金利差のピークって、まあ、ドル優位円劣位なわけですけれども、はい、5.6% まで拡大したんですね、うん、FF レートの上限が 5.5% じゃないですか、これ日銀はこの間までマイナス 0.1% をようやく解除したと、ね、はい、政策目標にしてたわけですから、それ解除したから、はい、5.6% だった金利差がですね、5.5% で縮小したわけですよ、はい、縮小したって言葉では言うけども、そんなんで縮小にならないですよねこれだけ高いと、ね、そんな感じに見えちゃいますもんね。そうですよね、はい、そうすると当期の円売りがね、ここに来て急拡大してるのも分かりますよね、はい、大幅な金利差、絶対的に大幅な金利差は圧倒的に円売りに有利ですよ ね, ですね、はい、でそれもすぐに終わるんだったらトマークとして、去年から今年にかけて長引いてるじゃないですか、長期化するとだんだんみんな気付いちゃいますよね、はい、こんだけ金利差があったら、あら円売ってたらもういいでしょうみたいな感じになって、そうなんですよね、本当にそれがやっぱり、はい、2007年と同様に円売りバブルを起こしているということになりますよね、はい、だったらその円売りバブルがもたらしている160円の円安を介入で止められるかどうかっていうのは、今までの話からすると一重にですね、投機のドル買い対介入のドル売りでどっちが勝つんですかってもうそれにつきますよね、はい、もう本当そうなっちゃいますね。介入は勝てるのか、それとも負けちゃうのかっていうことになるわけですけれども、これもう一回また投機筋のポジションをご覧いただいてますけれども、2022年からご覧いただいてますけれども、はい、ここ数年で言うとですね、大体この辺がまあ行き過ぎラインですよね、10万枚を超えると去年とか一昨年なんかはドル買いも一巡するわけですよ、はい、だからこれが行き過ぎラインだと思いますけれども、2022年の9月に介入した時っていうのはここで介入してるわけですよ、はい、まだ要するにドル買いは行き過ぎではなかったんですね、ですからドル売り介入が入ってもそのドル買いが拡大する余力があったわけですね、うん、はい、最後の介入ってここですけれども、それでもまだ10万枚に達したぐらいですから、極端なドル買われすぎではなかった、はい、ところが今はさっきから何度も言うみたいに空前のね、過去最大のドル買いになった、はい、相当ドル買われすぎた状態になってるわけですよね、普通だったらもうこれ以上ドルを買う余地って余力はないですよ。そこでドル売り介入が入ってるわけだから、決してドル売り介入の方としては分が悪いというほどではないと思うんですよね、もう相当ドル買いがパンパンになってる状態なわけだから、はい、さらに買う余地がないところでドル売り介入が入ったらですね、これやっぱり押し戻していくこともできなくはないなとは思うんですけれども、はい、じゃあ実際に押し戻せるのか、
押し戻すということはこのドル買いポジションが縮小していくということですよね、ええ、でそれってこの間は2022年以降では何度かあるわけですよ、はい、あのドル買いポジションが縮小していく過程代表的なところにこう印をつけてみましたけども、はい、ここなんか、まあ、あの2022年の介入終わった後ですけどもどん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 縮小してるじゃないですか、はい、ここも ね大きく縮小してますよね、はい、去年の11月から年末にかけてですけれども、これで今年に入ってからってほとんど一本調子でドル買い拡大してるんですけれども、はい、それでも細かく見るとここのところはちょっと縮小していると、うん、この3回に共通することって何ですかっていうのをドル円のポジションでドル円のチャートで、ね、考えてみると、はい、今お話した3回のドル買いが大きく縮小したあの局面っていうのは、はい、一つはここなわけですよ、でもう一つはここなわけですよ、でもう一つ今年に入って唯一ドル買いが縮小したのは3月の前半なんですけれども、ここなんですよ、はい、これに共通するのは何か 何があったらどんな条件がを満たしたら投機筋のドル買いは撤退するのか、はい、あの介入が勝てるのかどうかということですけれども、これにあの共通するのはですね、こんな120日移動平均線というまあ、ざっくり言って過去半年間の平均値のチャートを重ねてみると、はい、みんなこの120日線を大きくブレイクすればするほど、はい、120日線を大きく下回れば下回るほどドル買いポジションのそのクローズというか、ポジションの手締まいっていうのがどん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 継続的に拡大していってるわけですね、はい、そうですよね。で今年の3月の場合はかすったぐらいで120日線をちょっと下回ったところですぐにまた120日線を上回っていったので、そうするとドル買いポジションの手締まいっていうのも一時的にとどまって小幅にとどまってまたドル買い再燃してこう来てるわけですけれども、はい、こうやって見るとですね、簡単に言うと投機筋のドル買いが撤退に向かうためには120日線を継続的に割ってくる必要がある、はい、その120日線って今いくらかっていうと148円の70銭ですよ。っていうことからすると、まあ、先週末151円まで下がったんですけれども、あと一息150円を下回ってくると、はい、膨大にあの傾斜したドル買いポジション の手締まいっていうのがね、どんどんやっぱりその広がってくる可能性があるので、そうすると介入やんなくてもドルは下がってくるというふうになるんですけれども、そこまで持っていけるか持っていけないのか、そこはもう勝負の分かれ目でしょうね、はい、分かりました、まあ、ここからまだまだ大事な局面続きそうだということです、今日のゲストはマネックス証券の吉田久志さんにお話を伺いました。吉田さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。